どうも、くまです。今回はフォーチュンスターズでこの M16A4 アブソリュートマシンを当てていきたいと思います。まあ観戦にね、ロノさんもいます。はい、見てます。ロノです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、やっぱアブソリュートマシンといえば、この見てもらえれば分かる通りのぶっ壊れ性能となっております。まあ M16A4 かのベトナムっていうのが一応ベースなんだけど、ベトナム自体の弾は20発しかないんですね。やばくないこれ。20発しかなくて、まあ高性能で強いねっていうのがベトナム。まあそれをぶっ壊して相談数35発にした挙句ね、1人倒すごとに1から3のダメージ上昇をつけたという。あ、え、何それ、ぶっ壊れ性能じゃんマジで。っていう特殊能力があるんですよ、 M16A4。 特殊すぎるし、人の血をさ吸って強くなるみたいな感じ。いや、そうなんですよ。マジで。うん、だからまあ4キルした時点で3ついてたら、まあ、あで最大41までしかいかないのかもしれないけど、まあかなり壊れたと。ちなみに10点バースト、まあほぼフルオートなんだけど、まあ天集団と言われてる。へえ。この M16A4 当てていきたいと思います。はい。でもうすでに、前々回ぐらいのフォーチュンスターから一応1回ずつ回していて、もうすでに3個当たってますと。はい、なんで1万円使えば絶対当たるんだけど、まあ早めにね当てていきたいっていうのが目標です。はい。じゃあ行きましょう。まず1回目、ほいよ。こいつが欲しいんですよ。こいつがね、うん、はい、トゥル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 ト。いきなり当たっちゃダメだよ。おお、絶妙なの来たね。絶妙なの来たね。AR57 ポイントですね。微妙だよね。見たことないな。うん、見たことない。よし、次行こう。はい、行けか行けか。あ、でもねこれもいいんだよ結構。あ、本当。ガリルマーはレティクル拡張効果がついてんで、これ。あ、マジでそんなついてんの。そうだから、なんちゃってナイトフライヤー、なんちゃってだ。うん、まあこれは結構嬉しいかな。いいね、うん、割と欲しかったっちゃ欲しかった。全然いいじゃん。でそろそろ来る真ん中の人。おー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 。 MP5 5K、 まあこれはアイスバル専用だね。よし、次行こう。うん。おあ、思わせぶりだった。まあ AK47 ハンヒューマンファイターは、まあその名の通り AK ライオンの、まあ、上位互換かな。これさ、うん、あと2000円だったらさ確実に当たるってわけじゃなくない？当たんのこれ。当たんないね。ねえ、当たんないよね。ラスト1回しかないんだよね。絶対当たるって言ってたじゃん。いや、そうなんだよね。まさかさこんな展開になると思わなくてさ。ウケんだけど。絶対当たるって言ってた。で R93 VSM16A4 の戦いになってしまった。VS じゃないからね。うん、どっち当たんだろうね。いや、でこの R93 は、うん、どうなんだろうな。うん、弱いかな。いや、今日さっきのと比べるとやっぱちょっと地味だよね、やっぱ、ね、あの今さ R93 のストリームなんとかって出てて、あれがもうぶっ壊れなのね、うん、SR としては、うんうん、でもこのオールドマシンはぶっ壊れじゃない方の R93 を継承してるような気がすんな。おー、まあラスト1回まずはやってみよう。やっちゃうか。はい。いや、もうこんなに行く必要ないよ。来るでしょこれは。もう真ん中、うふわ、あるこれ、これ全部開けないといけなかったとかある、これ。そんなことある。はい。いや、そんなことないよ。だってヨダさん真ん中当てたことって。そうだね。うん、まあ私は真ん中以外全部当てることができました。前向き。いや、素晴らしいね。これコンプ中にとっては歓喜だよ、これ。一瞬当たってるように見えるもん、全部ね。うん。じゃあしばらくお待ちください。はいはい。それでは、はい、2000円追加してきました。はい。いや、この2000円で当たるかすごいドキドキすんな。なんでなんで。いや、ドキドキするわ、すごい。やべやべ、ここ行ったらどうしよう。うわ、怖えな。うわ、当たった。はい。いや、コンプしてどうすんのよ、これ。すげえな、コンプしちゃったよ。コンプリートだね。コンプ中じゃねえかよ、こんなの。
じゃあちょっと見てみよう。インベントリーにあると思うからね。うわすごいね、見てこれ、これ AK47V 私の今のメインですね。でこの星がついてんのがまあ使うかなって思ってる MK20 ローエンの、おお、うん、なんだMK20 ローエンの、まあ、ロングレンジバージョンと、でこれがスペツナバージョンと、で M4A1 と、そしてアブソリュートマシンがお気に入りに行ったよ。いやーやばいねこれ。いやこの並びやばいだろ。いやちょっと待って、やばいわこれ、重た。そしてここに、まあ、AK4 のヒューマンハントと、まあなんかもう下の方に行ってるアサルットキングもあると、うん、あ、まあアサキン空気だね。うん、あ、射程アサキンの方が長いんだ。へえ。でも精度はやっぱヒューマンハンターファイターの方が強いな。うん、そしてこんなもんか。めっちゃ持ってんだ。あれポイント、うわーすごいな。いやーべーな、光輝いてるよ。なんだこれ、輝きすぎだよ、眩しくて見えねえわ。何がいいんだ、もう適当でいいやこんなんでいいんだろう、どうせカスタムなんて。やばい MP5 38か。あ、同じか。あ、同じだなこれ性能。あ、そうだ、ガンオブスティールと、ほら何も変わんない、ゴミだな。でこの AR57 うん、ゴミやな。で次、うん、聞いたことない、これ装備しとくか。おわ、ガリル MAR、 いやこれ強いんじゃないか。いチート野郎だな。そしてスナ、スナも来たね。この R93 ちょっと気になったっちゃ気になってたんだよな。おう、じゃあちょっとスコープつけて、まあロングレンジつけといて、何これ、射程下がるとかクソなんだけど。え、何これ、射程下がるのしかないんだけど。あれ、じゃあつけなきゃいいんじゃない。そうだね。そして、まあ、L96 はもともとから持ってたの、ね。あ、こんなもんか。じゃあこれ装備しとくか。やばいね。いや、やばいわ。あ、これちょい忘れてた。今日から M16 アブソリュートマシンと AK47 がメイン武器となります。あと、ハンドガン。これ、うん、手に入れました。あとフォーチュンスターのナイフも手に入れました。やば、はい、まあね、12,000円課金すればみんなこうなると思うんで、まあお金が余ってる人はやってみるといいのかなと思います。それではご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。